こんにちは、月島です。今回は USB Type-C ハブを購入しましたので、開封レビューをしていきたいと思います。目次です。開封と内容物の確認、本体各部と機能の確認、最後にまとめです。USB ハブ本体、専用ポーチ、取扱説明書です。説明書は日本語に対応しています。まず、パソコンに接続する端子は USB Type-C です。端子のカバーが付属しています。6-in-1 ということで、6つ入力ポートがあります。HDMI、急速 PD 充電ポート、最大 60W まで急速充電、USB 2.0、USB 3.0、SD カードスロットが2つあります。このハブでノートパソコンの USB Type-C をこれだけ拡張できます。素材はアルミ合金です。サイズは長さ約11センチ、幅約3センチ、高さ約1センチです。ケーブルの長さは約17センチです。重さは48グラムです。このハブの注意点です。Type-C 端子は充電用ポートですのでデータ転送はできません。SD カードスロットの最大読み込み速度は 480Mbps です。SD、TF カードスロットは同時に読み込みは不可です。実際に接続してみたいと思います。まず本体を MacBook Pro に接続します。LED が青く光りました。通電しています。メモリーカードを入れてみます。ここにファイルが表示されて読み込まれています。正常に機能しています。次はアダプターに接続してみたいと思います。LED が赤く変化しました。MacBook Pro の方でも充電マークが表示されて正常に機能しています。次は HDMI ケーブルをつないで外部モニターを接続してみたいと思います。外部モニタも正常に表示されました。次はポータブルハードディスクドライブを2つ同時に接続可能か試してみたいと思います。ハードディスクドライブが2つ認識されました。給電しながらだと2つ接続しても大丈夫なようです。本体がアルミ製で放熱性に優れていますし、それでいて重さは 48g ですので、携帯性が高いです。普段使用する一通りのデバイスを接続可能ですので、一つ持っていて損はないアイテムだと思います。専用ポーチが付属していたのも嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。